皆様、本日はお久しぶりのパスタなんですけれども、今回はこちらのトウモロコシシャキットコーン、こちらを使ってほうれん草とベーコンのバター醤油コーンパスタ、よし、トウモロコシ入った、作っていきたいと思います。醤油バターコーン、コーン、コーン最後入んの、ごめんごめん、醤油バタコパスタ、オッケー、やっていきたいと思います。やっていくんですけれども、このほうれん草、ほうれん草をね、以前も使った時に、あのコメントでちょっとあの週3がね、気になる方が多分いらっしゃったと思うんですよ。で、まあ一番そのね、週3をね、取り除く方法で一番あのやった方がいいって言われてるのは、あの一応塩茹でしてあげれば大丈夫って言うんですけど、まあ今回パスタも作るんで、塩茹でしてまたお湯捨てて、パスタのお湯作ってっていうのもまためんどくさいので、今回もうちょっと簡単にね、まあ別にそんなね、あのめちゃくちゃな量食べない限りは全然大丈夫だから、そんなの気にしない方は全然いいんだけど、もし気になる方がいらっしゃったら、ちょっとほうれん草今回ね、入れる量ぐらいの大きさ適当にカットして、そしたらこれ水にさらしときます。あの水にね、溶けて流れるので、ただあんまり長時間つけちゃうと、そのほうれん草の栄養価もね、流れちゃうので、まあ軽く他の材料用意してる間ぐらいでいいので、ほうれん草を水にさらしてあげといてください。あ、ちなみにこのほうれん草一回ね、最初はもう水洗いして土とかの汚れは取ってるんでね、こんな感じで前もってほうれん草は水にさらしておきます。用心するに越したことはないと思うけど、気にしすぎもダメだからね。じゃあしめじ、こちらは 100g 分と、ベーコン、ベーコンはこれ5枚ぐらい使います。一回ちょっと剥がしといた方が後で剥がれやすいと。ほうれん草がずっと指についてる。で、これは適当な大きさにカットしていきます。で、今回はもうほんとね、材料の用意も簡単なんで、シャキットコーン、今回はね、お子さんでも食べやすいようにね、トウモロコシの甘みをね、感じれるパスタにしようと思います。はい、あとはバターと、で、今回もめやの刻みニンニク、ニンニクを使います。で、あとこういう顆粒だし、本だし、今回 8g の1本分、こちらを使って、もう材料の準備は終了なんで、で、パスタは今回 300g 用意してます。では火にかけていきます。ではこちらのパスタ、これね、9分茹でのパスタなんで、最後ね、ちょっと軽く一緒に炒め合わせた時にね、お出汁とかも吸ってもらうので、今回7分で揚げます。はい、で、たっぷりのお湯に塩はもう入れてあるので、こちら 300g、 普通の人の、まあ、2人前はあるんかな、2人前以上はあるのか、僕たちで言ったら 0.5 ぐらいね、少量、小盛りにした感じ。足りないな、多分。いやでもね、前もあの和風パスタこうちゃんに作ってもらってるんだけど、こうちゃんの和風パスタマジで美味しいから、みんなやばいよ、もう分かる、もう美味しい、だってもうこの素材でこうちゃんの味付けだったら、もう間違いなくもうお店行ったら頼むなっていうレベルの美味しさだから、ありがとうございます本当に。はい、じゃあ最初に、最初からね、バター使ってもいいんだけど、バター結局風味はちょっと飛んじゃうので、最初はちょっとオリーブオイルでいきます。で、エクストラバージンオイルとかよりも、こういうちょっとあの軽いやつの方が、あの和風のね、味の邪魔しないんで、まあ別にオリーブオイルがなかったら普通にサラダ油とかでも大丈夫です。そしたらここにまず最初ベーコン、で、そこに桃屋の刻みニンニクも、もうベーコンも同じタイミングで入れて大丈夫です。で、まあ大さじ1杯ほどですね、ニンニクを入れて軽く炒めます。ニンニクは今回ベーコンだけど、それがソーセージとかハムでも全然 OK でね、ひき肉とかでも美味しい、鶏のね。でもね、パスタを茹でて7分間の間にもう作り終わっちゃうので、それでベーコンに油が回っていたら、ちょっとこれ端っこに寄せて、そしたらここにコーン、で、最後風味付けにも入れるんだけど、一応コーンを入れた時にバター 10g、 コーン側に、ちょっとね、バターの味を吸ってもらいます。あ、で、俺一応ね、火は結構強火で、強めの中火ぐらいで、高火力で一気にやってます。
はい、そしたら混ぜ合わせて、ここにしめじも投入。まあ、しめじは、ね、あってもなくてもいいんだけど、キノコの旨味が入ると。俺あの和風系のパスタには基本的にキノコ入れちゃうんで。でね、ほうれん草は、ね、最後パッと入れたらすぐ火が入るので、最後の方で大丈夫。今これやってる間に1回ぐらいね、ほうれん草を水変えてあげればもう十分です。はい、じゃあ残り1分30秒なんですけど、パスタはここでお玉1杯分のパスタのゆで汁入れちゃいます。ちょっともうちょっと水分欲しいんで 1.5 杯分ぐらい入れますね。で、ここに和風だしの素、みりん、こちら大さじ2杯、照りと甘みを、で、あとお醤油、こちらは大さじ1杯で大丈夫。ちょっと煮詰めときます。はい、そしたら残り20秒ぐらい切ったんですけれども、こうそしたらここにほうれん草、はい、入れちゃいます。ほうれん草はすごいかさが減るのでたっぷり入れてあげてください。ほうれん草を入れて、ちょっと放置してる間に今パスタが茹で上がったので、パスタをお湯切っときます。 OK、 あんなにあったのにもうこんなかさになったからね。そしたらこちらにパスタ入れて、ちょっと混ぜ合わせて中の水分吸ってもらいます。はい、そしたら最後ここにバター 20g、 一応ここで味見してみて、もしちょっと薄いかなと思ったら、あの醤油とか足してくれてもいいんだけど、基本的に塩味は大丈夫だと思います。じゃあ最後ここに黒胡椒、はい、黒胡椒ちょっとたっぷりめに、で再度こちらを混ぜ合わせたら、こちらでほうれん草とベーコンのバター醤油コーンパスタ完成。じゃあ実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきま す。もう絶対美味しいもん。いただきま す。うまどう、すごすぎる、好きな味、もうマジで大好き。あれでもやっぱ出汁の味もするんだけど、バターがたっぷり入ってるから、うん、めっちゃ濃厚だね。本当に美味しい。こうちゃんの和風パスタマジでみんなおすすめ。本当にうまっ。味付けももちろんバターの風味も感じられるし、だしの風味もあるし、すごく美味しいんだけど、本当にコーンが後から感じられる甘みが、甘いね、すごい。で、あのやっぱり胡椒を最後にパッてね、あの締めてくれてるから、ちゃんとねパンチも効いてて、でニンニクもね入ってるんだけど、そんなニンニクしいって感じはしない。でも本当にやみつきな味になってて、ね、本当に美味しいです。マジで絶妙だね。めっちゃ熱い。これ本当にね、どんな高級な食材使ってどんな調理したよりも俺はこれを絶対選ぶね、お店に行ったらっていうぐらい本当に大好き。まあ、和風パスタが大好きっていうのもあるんだけど、こうちゃんのね和風パスタマジで格別なんだよね。これ本当でもね、お子さんが好きな味だよね。そうだね、子供時代だもんね。はってなったよね今ね。あれぜひ、すごい。あとね、お店ではありえないぐらいやっぱね、こうちゃんのねパスタ具だくさんなんですよ。それがね本当に美味しい。
で和風パスタってさ、お店で食べるとさ、なんだろう、食材の割にはちょっと高めじゃん。うんうんうん。だからやっぱお家で作る方が絶対美味しいんだよね。あと今回のこの味付けは伸びたりとかしても絶対美味しいです。時間が経っても美味しい。だからお弁当とかにもおすすめだと思います。ほんとね、最後俺のパスタはね、最後麺終わった後はスプーンで拾って食べる感じの、うん、そうだね、あのそう具材をね、それを何かに乗せて食べられるぐらいのね、それがね、いいんだよ、材料惜しげなく。うまっ。でもやっぱ分かったよ、俺たちにとって 300g は半人前だって、もうなくなるもんね。はい、やマジで美味しい。見た目のでは想像できないぐらいめちゃくちゃ美味しいです、本当に。うん、でも最後はこれよ。それが楽しみなんだよね。綺麗に食べた、あっという間でした。感動しているということで、本日はですね、ほうれん草とベーコンのバター醤油コーンパスタですね、はい、和風パスタですね、おこうちゃんに作っていただいたんですけども、もう僕はね一番好き、本当に今まで食べてきたその和風パスタの中でこうちゃんの味付けに勝てるそのお店は僕今まで絶対頼むんですよ。和風パスタないんで、ぜひ皆さん作っていただきたいなと。もう味がとにかく美味しいんで、もう味付けをぜひ真似していただければ、具材は何でも本当に美味しくできちゃうんで、あのやってみてください。え、そう、絶対頼むよね和風パスタ。絶対頼む。だって一緒に食べに行った時に頼んだら、俺は作れるよそれっていう子だよ。でも頼むんだよね。それぐらい本当に大好きなんだけど、こうちゃんの和風パスタがマジで一番うまいです。本当にもう素材もちゃんと生かしてるし、その、ま、何よりね、大量になんだけど味付けなんです。本当にこの味付けだけ覚えていただければ本当に美味しいね和風パスタが作れるんで、ぜひ皆さん真似して作ってみてください、はい、ということで本日は以上になります。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。